2024年7月5日になります。今日は何、金曜日かな、金曜日ですね。はい、東日本バイクの旅というね、タイトルでですね、6日間の休みを取って東日本をぐるりと一周しようぜということでですね、バイクを使ってですね、まあ東日本、まあ主に東北ですね、東北をぐるりと回っているような旅に今、出て2日目になります。今日はこの弘前駅前のですね、東横イン撮ってますですね。はい、ここのね、7階に今日は泊まります。東横インね、東横イン泊まるのはね、今日までで、明日は八戸に泊まるんですが、東横イン撮れませんでした。なんか、わからない、聞いたことないとなってるようですね、じゃらんで撮ったんですけど、まあ駅前のね、ホテルを撮れたんで、僕駅レポ散策動画をですね、今までも何度も上げてるんですが、全国各地、こう泊まったところ来たところ、駅がね大好きなんでですね、今日は JR 弘前駅をですねレポートしていこうと思います。僕まあ初めて来たんでね、まあまあ全然知らないで撮ってるんで、本当にそこは申し訳ないんですけど、本当は駅レポの動画ってね、ここはこうなってます、これがこうですとか言って説明できればいいんですけど、何にも知らないで撮ってるんで、僕まあただ駅が好きということでですね、初めて来た駅をねどんな感じでね、まあ僕が感じるのかというのをですね、はい、撮っていこうと思います。駅前はですね、こんな感じ、表側裏側みたいなのがあるのかちょっとわからないですけど、駅には駅ビルがあります。でかいですね、アプリーズ、そして駅のね、駅標はあんな感じですね、弘前駅、江南鉄道っていう私鉄が走ってるみたいですね、知らなかったですね。そんな感じのものもですね、まあ映像に抑えられたらいいなと思っておりますが、はい、後でね駅の構内なんかも入ってみようかなと思います。リンゴの風、リンゴの風、こんないった銅像がね駅の真ん前にあります。僕が泊まる東横イン、そしてタクシー乗り場は結構充実してますね。あ、弘前城なんかがあるからね、弘前城までちょっと歩いていくにはちょっときつい距離だったんで、タクシー使われる方も多いんじゃないでしょうかね。そして弘前公園、大手門方面、大手門っていうのかな、大手門方面へ行くですね、地下道があるんですね。ちょっとだけ行ってみる。あ、その前にバスターミナル取ろうか。バスターミナルはねすごい綺麗に作り込まれてますね。2番線どこにあるんだろうね。見えるところはね2番線から8番線まであるね。1番線そうか、あるね1番2番3番4番5番6番7番8番といった感じでね、綺麗に作られてます。渡るところはここかな、このグリーンのところを渡っていくのかな、あの島にはね。はい、目の前にはアートホテルがあります。セントラルフィットネスクラブ弘前、でかいですね。そしてお隣はホテルルートインがね、はい、ちょっと LED っていうか、あの看板がね、まあ電球が切れてるみたいだけどね、駅前こんな感じですね、すごい綺麗、緑があったりでね、おお、後ろドアのバス走ってんだ、うわー、後ろドア懐かしい、もしかして後ろドア主流なの。いやでもあれ中ドアだね、あれは中ドアですけどね。後ろドアのバス久しぶりに見たね。地下道の案内図が書いてありますね。駅前公園までね行けるみたいですね。お店とかはなさそうだね、多分ね。一応ちょっと降りてみましょうか。こんな感じですね。おお、こんな感じ、暗い、かなり暗いですね。 iPhone で撮ってるんだけど、 iPhone って結構明るく映るじゃないですか。明るく映る iPhone でこんな感じだからね、相当暗いですね。駐輪場への連絡通路、おお、すっごい地下に駐輪場があるから雨にも濡れずにね、まあ、自転車を、わ、めっちゃ広いんだね。地下の駐輪場はかなり充実してますね。おー、すごいよ、ほら、B ブロック、C ブロック、あと何、ブロック分けされててさ、まあすごい、自転車社会、はい、行ってみましょう。この先も行けんのかな、エレベーターがこの先みたいだね。あ、これだけ、ここまで、もしかしてこの、ここまでなんだ、思ったより小さいかな。でも地下道があるのすごいね、新潟駅地下ないですもんね、今やね、地下がなくなっちゃったんだよね。前あったんだけどね、新潟駅もね。はい、エレベーターがあるだけ、エレベーターですいません登ります。はい、地下街をね登ってくるとこんな感じですね。まあ駅からすぐのところぐらいかな。
まあ通りのこっち側に来れたといった感じですね。駅のね向こう側があるのかどうかまだわからないですけど、どっちがメインなのかもわからないけど、こんな感じですね。ちょっと向こうの方まで歩いていってみましょうか。これはマンションっぽいね。駅の真ん前のマンション。地下道を歩いてくればもうほとんど雨にも濡れず来れる感じかな。駅のまあ、こんな感じ。こんなところすごい綺麗だね。これが駅前公園なのかな、ひょっとして。おーすごい、結構面白い作りだね。それ多分トイレかな、大きなトイレがあります。本来であれば水が流れてそうだ感じだけど水はないね。ステージになってます、ステージになってますね。すごい。で、まあ、ちょっとした繁華街、飲み屋さんとかがある、魚民があるね、とりあえずね。もっとなんかすごい栄えてて賑やかなところとかもしかしたらあるかもしれないけど、今のところちょっとわからないかな。あの魚民のあたりまでちょっと行ってみましょうか。お、花が綺麗。まあ、ホテルいっぱいありますね。お、これ本物の花だよね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。ほら、駅レポ動画だから駅に戻りたいとこですが、ちょっとまあね、できるだけ広く見ていこうかなと思います。駅からちょこっと歩いてきたところに魚民とわらわらがありますね。全国チェーンの大きな居酒屋さんです。そのぐらいかな。まあこの辺にちょこっと、お店がある飲み屋さんですね。あとはそこにちょこっとね提灯が見えてるからお店かな。そこまで行ったら戻りましょう。夕食館というね炭火焼肉のお店があります。まあ、この辺なんかは広いね歩行者用のですね歩道があるみたいな感じですね。この辺までかな。でもね、まあなかなか、そうですね、まあ、表側か裏側って言ったらもしかしたら裏側なのかもしれないけど、駅の方に戻りましょう。あそこにねイトーヨーカドーがありますね。まあ、イトーヨーカドー駅からまあちょこっと歩かなきゃいけない感じかな。はい、ちょっとした裏通りを歩いています。酒、わーすごい、なんかお酒の匂いがするな。虹のマートがありますね。まあちょこっと離れるっていうかね、一本通り違うとこ来ると結構静かかな。まあ、ここなんかもほら綺麗な歩道だったりするね。まあこれ、駅から例えばイトーヨーカドーに向かう時の歩道だったりするかなといったとこですね。はい、駅に戻ってきました。これから駅のコーナー入ります。僕が泊まる東横インですね。東横イン側の方の通りがね、まあやや賑やかな感じですね。ハッピー食堂、駅前店、つくもっていうのかな、あとは飲み屋さんだったりね、あとまあそうだね、居酒屋さんみたいなのが結構多いかなといった感じですね。まあご飯も食べなきゃなんだけど、このハッピー食堂も気になるけど、タコライスとかあるんだね。まあちょっといろいろもまたね、駅レポ動画撮ってからまた考えてみようかなと思います。はい、それでは弘前駅自由通路中央口からですね入っていきましょう。はい、中でアプリーズというね、ショッピングモールとはつながっております。そばどころあるけどもうやってないですね。おー、よくできてる、吹き抜けですね、上はね。でかい。おーすごいね。かなり迫力あるね。駅でかい感じがする。はい、とりあえずですね、こちらが駅の改札口になりますね。まずはね、あの駅の構内は最後にしてですね、反対側あったんでね、城東方面ですね、反対側行ってみましょう。江南鉄道なんていうのもね、見れたら見てみたいなと思ってます。駅の中こんな感じ、待合スペース、そうですね、室内の方とね、このね、まあ廊下の方にありますね。こんな感じですね。おーすごい、電車見えてるんだ。おーたくさんいるね。まあ非電化っぽいのもいるかもしれないね。おー SL の模型がここにもあるんだ。おーよくできてるね。 C621 だって、 C62 ってやつ、わかんないけど、はい、そして反対側も見てみましょうね。
最後にまあね、あのホームの方にも行ってみるんだけどね、はい、こんな感じですね。ちょっと暗くなっちゃったからね、映り込みでよく見えないかもしれないけど、はい、そしてこちら側もね、こんな感じ。あ、こっちが裏っぽいね。あ、こっちが裏ですね。どう見てもね、何にもなさそう。まあでも駅はほらこんな感じでさ、大きい、すごく。いにしえの津軽へ、江南鉄道乗ってみたいね。私鉄どこなんだろう。お、ここか、ここがもう改札なのか。まずは外出てみましょうか。はい、裏だねこれ完全に。わ、極端ですね。うわー、極端だね。何もないよ。これが裏か、間違いなく裏ですね。じゃあ表側が向こうで、さっき見たところがまあメインなんですね。飲み屋さんとかもまあ それなりにありましたからね、いっぱいではないけどね。駅はでかいんだけどね。僕が泊まる東横インね、表側でしたね。そしてそうだね、駐車場すごい、パーク&ライドって感じで駐車場がすぐあるんだね。こんな感じで行ける感じ。よくできてる。いや、これは電車だね。一応パンタグラフついてるね。そこにも止まってる電車のとこまで行ってみようか。まあここも多分普通に駐車場なのかな。特に入っちゃいけないとも書いてないけど、結構近くでね電車が見れるんですね。これパンタグラフが降りてるけど電車だね。基本的にみんなまあ電化されてるんですね。電車ですね。これ秋田駅で見たのと似てるかな。クハ700同じだね。秋田で見たのと同じタイプですね。ピンクのライン、これがおー、あれがほら、あれ気動車ですね。音がもう気動車の音だもんね。キハだよね。なんだろうあれ、あれも JR なのかな。あれホーム、どうなんだろうね。これが限界かな。なんだろうねあれね、よくは見えない。ブルーのラインが入ってますね。いやでもさ、駅ってそれぞれなんかね個性があって面白いですね。見て回るのはね、どこの駅もね全く同じってないですからね。弘前駅初めて来たけどこんな感じなんだね。あのクハとかね、あの700系みたいなのが走ってるのは、まあ、基本的に秋田と同じですね。青森行きになってますね。電車で青森ってどれぐらいなんだろうね。すぐ着くのかな。なんか距離感とかその方向感覚もちょっと僕全然わかんないんだけど、まあ弘前自体は生まれて初めて来ましたからね、なかなか素敵なとこでございます。これからね駅の構内入ってみますよ、せっかくだからね。はい、そしてこれが江南鉄道のね改札口になります。まあ、切符が売っていて、入場券もそうだね、150円で売ってますね。硬券は窓口で硬券も売ってるんだ。せっかくだから硬券買って中入ってみたいけど、電車来るのが今現在がですね7時半36分ぐらい、7時、まあ、55分まで ないね。55分はないか。あ、ちょっと待たなきゃ。だからちょっとこれ今日はパスしようかな。田んぼハート駅とかあるんだね、行ってみたいけどね。明日土砂降りだったらここで遊んでてもいいかなと思ったりするけど、はい、改札こんな感じですね。7時55分まで来ないんで、まあでもあと20分か。見たいとこだけどね、どんな電車が入ってくるか。結構早めに入ってくるなら電車だけは見てみたいですけどね。はい、せっかくなんでJR の方の改札内を見てからですね、ザザッと見て、それで戻ってきたらちょうどね江南鉄道見れるかもしれないんで、55分までにね来てみようかなと思います。まずは JR 線見てみます。お取り忘れにご注意ください。150円はどこも一緒ですね。はい、弘前駅。それでは人生初の弘前駅入ってみましょう。入場券でまああれですね、特に新幹線ホームがあるわけじゃないから、だから別に
あのスイカで入っても良かったのかもしれないけどね。こけしが有名なのかな。こけしがたくさん飾られてます。あとこれなんだろう、ツガニャン、ツガニャンです。ツガニャン、このなんか提灯みたいなので作られたね、紙で作られたツガニャン。もうすごい、これ写真撮っとこう。何これ、リンゴジュースしか売ってないの、すごいね。ジョナゴールドとツガル、どっちがいいのこれ。飲みたい、喉渇いた。190円、ちょっとお高めだけどさ。リンゴ、ジョナゴールド、ジョナゴールドしてみる。ジョナゴールド、ジョナゴールドしてみよう。はい、わあ楽しみ。うまそう、うまそう、ほらほら、うまそう。一番早く来るのはどれでしょうね。大府温泉かな。これ19時55分、まあ電車多分止まってると思うからね、とりあえず降りてみようか。まあ下に行けば、この階にはねどうもあの椅子とかがないけど、下に行けば椅子とかあるかもしれないんで、はい、椅子に座ってジョナゴールド飲みましょう。あーどこだろう、あ向こうにはあるね。あ電車こっちにいるね、2番3番にいるね。そっち行きます。はい、やっぱり大府温泉、大府温泉と五能線だけなんだね。大府温泉と五能線だけ。1番3番乗り場にね降りていきましょう。エスカレーター付きですね、ありがたい。おこういうまた来て弘前っていいですね、こういうのはね。はい、電車このねクハ700っていうのが止まってますね。はい、これは何面何線とかいうのはちょっと見た感じわかんないな。一応2面なのかこれ、2面5線ぐらいあんのかな。こんな感じですね。このタイプ青森行きになります。そのベンチでね飲みます、せっかくだから。うまそう、いただきます。うまい、さすがに美味しい。甘い。はい、駅標はこんな感じですね。内著市っていうの、内著市読めないね。隣は石川、どっちも初めて聞いた名前ですね。はい、それでは、お、あれあれがもしかしてさ、あ江南鉄道ってこれじゃん、これじゃん、来たね。あ、こっちからこんなよく見えるんだ。うわー、あれほら、機動車だ。あ、いや電車か。パンタ立ってるね。パンタグラフ立ってるんで電車なんですね。黒石行き。なんかラッピングされてるけどよく見えないね。面白い。ヤヒコ線みたいな感じかな、ひょっとして。じいさんばあさん若返るって何？何？どういうこと？面白いね。ちょっと暗くて見えないかもしれないけど、中電車の中はさ多分 LED 照明で多分すごい明るいですもんね。これなんか東急とかの車両じゃないのこれ。うわーなんかほら、あれみたい、マッコウクジラみたいな感じで、ちょっと違うかもしれないけど初めて見た。このね江南鉄道もこの大府本線も両方55分発なんですよね。まああとそうだね、7、8分だからなんとか間に合うかな。今からあの硬券のさ入場券買って、ね、あの江南鉄道やっぱ中見てみようかな、せっかくだからね。まあ駅の中こんな感じですね。はい、なかなか楽しかったです。なるほど、じゃあ江南鉄道最後に撮ってね動画締めたいと思います。はい、弘前駅構内ありがとうございました。それでは多分もうギリギリ間に合うかな、49分、江南鉄道最後に見てですね、動いて走っていくところ見届けて動画締めたいと思います。すみません、硬券の入場券って買えますか。またあすみません、はい、ありがとうございます。おーすごい、ちょっとギリギリだけど、あお願いします。はい、ありがとうございます。おこっちにもね、この施設の方にもこうやってこけしがあるんですね。1番線と2番線のみ、黒石までの区間がどれぐらいなのかちょっとあの券売機見なかったけど、すごい素敵な電車ですね。多分
あの関東の方の電車の払い下げだと思うけどね、多分ね。おお、コンプレッサー回ってる音してるじゃん。かなり古めの車両ですね。どこだどこだ、ほら今この音ね、電車しなくなりましたからね。はい、これコンプレッサーの音ですね。ほらこの辺から聞こえるでしょ。おー、エアのブレーキですね。すごい、結構乗ってる感じ。おお、ほら多分なんか東急の車両っぽい感じするけどね、わかんないけどね。田んぼ鉄道っていうの。おもろいね。隣は弘前東港前、こんな感じ。これ間もなく発車するんでね、見届けたら動画終わりたいと思います。こんな感じ。あ、いいですね、いい雰囲気だね。ワンマン列車、すごい。間もなく発車。そして JR 線のね、車両が入ってきますね。基本的にまあ電化路線でなんですね、基本的にはね。みんな電車が走ってますからね。あれも700系のやつですね。クハとクモハか。いい雰囲気ですね。おお、なんか懐かしい感じの音だね。これは間もなく発車。本当だったら乗りたかった。あ、ここにはラッピング書いてあったね。あ、あったね。前の方の車両にはないんだね。バイバーイ。黒石まで行ってらっしゃい。どれぐらい前の車両とか、なんか製造年とかね、どこで作ってたかとかね、どっか見れば書いてあったかもしれないけど見なかったね。いやー、あれ乗ってみたいね。いやー、味のある電車でしたね。面白いですね。弘前、いやー面白かった。いや素敵なホーム、これいいですね。面白かったですね。ありがとうございました。はい、もう結構2日目にしてさ、東日本バイクの旅2日目にして結構ボロボロに疲れたけど、でもすごい楽しいです。はい、これからまあなんかご飯食べて、食べるとこ結構少なそうだからさね、どこで食べようか悩むとこだね。回送列車が走ってきますね。電気消していくんだね。はい、というわけで駅レポ散策動画ね、こういう感じで、まあ本当にざっくりではありますけどね、はい、分からないで撮ってるから申し訳ないですけど、新潟駅はね、結構もうプロになりかけてるんでね新潟駅は今リニューアル工事の真っ最中で、そういった動画をたくさん撮ってるんですけど、まあ新潟のね、まあホットな情報を基本的にはお届けする番組ではありますが、こうやってね、たまにこう旅行が好きなんでね、今回バイク旅でね、ぐるりとまあ東北回ってるんですけれども、まああとそうですね、2日3日3日ぐらいか、はい、楽しんでいこうと思ってます。はい、ぜひ、ご興味ある方はチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れていただけるとすごくありがたいです。はい、これからじゃあ飯食って、一応ですねこういった時には毎日配信しますんでね、はい、これからまあ配信にしようと思います。これ多分いただいていけるんですよね。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。